県立カフェテランゴ学園焙煎部。今日も一日頑張るぞ。LE ヘルトのセントラルアメリカグレード1を焼いていきたいと思います。はい、オークションで落とされている芸者と、はい、実は中身が同じもので、はい、本当にピカピカのエルインヘルト芸者なんですね、はいはい、見てください、もう、はい、結構みずみずしいこうグリーンさがありますね。お、届きたてですね、はい、はい、テストローストですね、はいはい、これでまあ一回カッピングはしてますけどね、はい、実際にリードリヒで焼いてどういう味が出るかというね、はいはい、これをねやるんですが、とにかくこの芸者カフェテナンゴ史上最も高価な芸者になります。やばい、はい、なのでこれね、はい、今日は 600g でねサンプル焙煎をしますけれども、はい、かなりの、高額になります、はい、これをね失敗すると大変なことになりますので、はいはい、カフェテナンゴ潰れちゃいますね、はい、なので、うまく焼けなかった場合は、はい、キングリオが全額自腹買い取りと、はい、給料から線引きしてもらいます。はい、美味しく焼けたらカヤノマンがランチをおごるという、イエーイ、はい、そういう約束になってます、はいはい、美味しいお肉が食べたいです。お肉ですか、はいわ、はい、かりました、はい、じゃあ焼いていきますかね、はい、はい、焼いていきましょう、はい、では投入します。はい、さあ芸者 G1 が、ね、はい、投入されました。実はねこの豆オークション以外でうち買うの初めてなんですよ。あ、そうなんですか。うん、前はあのオークション街で買ってた芸者がマラウィ芸者って言って、あのアフリカン芸者だったんですね、はい、で今回はこれセントロアメリカね、セントロアメリカン芸者ということで、あのパナマのラ・エスメラルダから種を分けてもらって、増やしたものですね。なので、これをかなりねガテマラの中でも評価の高い芸者です。何年か前にね2位ぐらいになってましたよね、あのカップオブエッセレンスで。そうなんですか。はい、そうです。めちゃくちゃいい芸者です。さあ今1分ぐらい経ちました。はい、大体温度は10度ぐらい下がってます。はい、まあ600なんであんまり下がんないですね。はい、コンってきました。コン、こんにちは。はい。爪かと思います。爪ではないですね。はい。じゃあ、1分半ですか。はい、1分半。まだ13度ぐらいしか下がってない。そうですね。豆触ってみましょうか。うん、はい、お願いします。お、見てるよーって来た。ありがとう、ありがとう。おー、こんな感じ。温まりが悪いですか。はい、2分経ちますけれども、はい、あんまり下がってはこないですね。そうですね、このくらいですかね。ちょっともう一回豆触らせてもらえますかね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。なるほど。じゃあ2分半で点火していきますか。はい、はい、いくつにします。 3? 難しいとこだな。3でいきましょうか。じゃあ、はい、キングリオの意見を尊重して。はい、2分半で点火しました。はい、さてさて、どうなってくるか。ここでね、1分間で何度上昇するかっていうのをちょっと押さえておいてください、はい、この3分から4分の間で、はい、はい、
こがねやっぱ重要なところですね。今日はね外も暑いからね、こういう日はねまた焙煎も少し調子が変わってきますからね。まあ暑いって言ってもここ最近に比べればねずっと今日はいいですけどね、マシですけどね。本当に豆焼くだけでもね暑くて大変なんですよ。冬は寒いしね、さてさて3分45秒はい、わかるわかるって焙煎やってる人だな。焙煎やってる人にしかわからない。4分で、今大体9度上がってます。10度、9度、はい、ってことはもう1分ぐらいこのままの火力でいってもいいかなと。こんな感じ。ちょっと香り取ってみて、はい、甘い香りがするかも。なんかグリーンな感じの香りと甘い香りが混ざってます。まあもうちょっとするともっとよくね香ってくるんじゃないかな。はい、さあ4分から5分で何度ぐらい上がりますかね。今は12度上がってます。12度、はい、そうか、12度ってことは割といい感じで、はい、上がってきているので、はい、5分半ぐらいでちょっと火力を下げていきましょうか。下げて、じゃあ6分7分で何度上がるかっていうのをちょっとまた見てみましょう。はい、まあねまだ序盤なんでそんなにまだ緊張感はないですけどね、これからどんどんね緊張感高まってきますからね。はい、はい、今日はね、時々ブツブツノイズが入ります。あら、どうですか。あ、息の調子がね、最近良くないんですよね。まあ、またノイズがうるさいようだったら、言ってください。さあ、どうでしょう。今6分半です。何度上がりますか。はい、7分になったら分かります。あ、分かりました、はい、じゃあ7分になったら、はい、はい、まあ今ね割と緩い日では来てるんでどんなもんかなーっていうところですね。まあ7分まで来ると今度は中盤にね入ってきますんで。温度は13度上がってます。結構上がりましたね。ちょっと豆面見ましょうか。はい、おー、なるほど。暑い、暑いよね、もうね。暑いですね、よし、はい、ちょっとじゃあ7分半で、はい、ダンパーを50、50に開けていきましょうか。はい、はい、7分半で50、50に開けていきます、はい。で30秒したら、はい、火を3に戻しちゃってください、はい、これね容量が少ないと火力がね足りなくなる可能性があるんで、ここはね火力不足は避けたいところですね。ね、はい、8分になってきました。火力を管理していきます。はい、はい、
ここはちょっと、ね、温度が上がってきて不安ではありますが、ここで手を緩めると火力不足が出てくるのが心配、はい、ま、見てください、だいぶ豆黄色くなってきました。おお、本当だ。これはいい感じですね。抜いても平気ですか？はい、ちょっと香り取ってみてください。どうですか？なんかさつまいもの肉っぽい、ああいうこうなんかこうねっとりした芋を食べた時の、はい、甘い肉の香りがします、はい、ね、そうか。ちょっと私も、はい、いいか。なかなかいい感じですね。さあ、ちょっと10分になると怖いんで9分半で暖波閉めましょう、はい、これで温度が上がるか下がるかをちょっと見てください、はい、温度が下がってくるようだとちょっと火が弱い。あ、下がってます。下がってます。じゃあちょっとね、火が弱いね、はい、温度が反転して上がってくるまでとりあえず閉めてください、はい、で温度が上昇に転じたところで50、50にもう一回開けます、はい、さあどうだ。あ、上がってきましたね。はい、じゃあ50、50に開けてください。はい、開けます。このままにしましょう、はい、さあこれで少し様子を見て、はい、10分半でもう一回ダンパーを閉めてみてください。はい、はい、で4に上げてください。火力を、はい、ここで一気に火を与えて一はぜに持ってきます。だいぶ豆の感じが変わってきました。よっ、なんか呼吸をするの分かりますか？おー、いいですね。さあ、はい、温度が上がってきそうなので11分になったら開けましょう。はい、50、50です。はい、はい、あー、ちょっと緊張感高まってきましたね、はい、失敗しても全額取られないように今日は財布に1000円しか入ってないんですよね。給料に、給料が欠席してもらうためですか？給料に前なんで。あ、1ハゼ来ましたね、はい、ちょっと2まで下げましょう、はい、うんうん、ここはちょっとスプーンを抜くのは我慢して、はい、はい、1ハゼを少し進めましょう、はい、こんな感じですね。まあまあいい感じで1ハゼは来てますね、はい、温度も今あんまり上がってない感じですよね、はい、うん、じゃあちょっとこの状態で1回サンプルスプーンで抜いてみて、はい、表面焦げができてないかどうかだけ確認してください、はい、大丈夫そうですね。はい、大丈夫そうですね。よし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 、いいぞ。よし、少し温度を下げましょう。はい、一回サンプル見てください。お、よし、火を切りましょう。ダンパー一回開けてください。一回様子を見てください。うん、いいです。
よし、じゃあ出しましょう。はい、はい、いい感じですね。さあ、では、はい、芸者飲んでいきます。飲んでいきます。じゃん、いただきます。お、ハートごちそう。うん、芸者の香りがしますね。うん、うん、甘くて香ばしくて、フラワーリーですね。うん、火もとってもよく通っていて、フルーティーな感じもありつつ、ちょっと香ばしい。そうそうそう、ナッツとかチョコレートとか、あのエルインヘルトの特有のフレーバーが混ざってきてますね。そうなんです。エルインヘルトの芸者って、いわゆる柑橘レモンっぽい感じとか、なんか蜂蜜レモンみたいな、ああいう感じの芸者フレーバープラスインヘルトのフレーバーが入ってくる。トロッとしたこうフルーツの甘い香りもします。うん、うん、まあ、もう若干手前ぐらいの方がもっと良かったかもしれないね。それでは、はい、皆さんまた来週。ご視聴ありがとうございます。面白いと思った方はチャンネル登録お願いします。